すべての業界を研究している研究者の中澤です。えげつねえ。絶対違うでしょ。そんな声高いの？え？もう一回やりますよ。もう一回やります。えげつねえな。おう。なんか間抜けな感じになりますよ。どうも、ゴレインピータローです。あー、言っちゃった。今のね、ハンターハンターのゴレインさんの名言ですね。はい、ゴレインピータローです。元気なしの？ちょっと、罰ゲームの後なんで。はい、はい、ちょっと激辛を今食べましてね、汗がちょっと止まらない状況だということと、あと口の中がすごい痛いんですよ。はい、はい、そんな中でございますが、今日の企画を説明したいと思います。はい、はい、中澤さんはこの企画、一切説明してません。はい、聞いてないです。この時間、この段階までいいですか？はい。耳の穴かっぽじってよく聞いてくださいね。ああ、なんだっけそれ。え、マイキーか。いや、よく言いませんか。話聞いてほしい時に交渉するやつじゃない。はい、今回の企画、なんと2022年を振り返れなかったんで、はい、2022年を振り返ります。アニメアニメ .com さんが、で、アニメアニメ .com さんで、総選挙を行った結果、選ばれた女性人気キャラクタートップ10。はい、お当てろでございます。はい、はい、これは、ウェブサイトのアニメアニメ .com さんが総選挙を行った結果、ね、2400票ぐらいの中集まったらしいんですけど、はい、まあ、それで、女性キャラクターと、男性キャラクターのトップ10を、発表したんですけど、はい、その、女性キャラクタートップ10を、中澤さんに当てていただこうという企画でございます。で、まあ、それ全部当てるのはもちろん難しいので。はい、そうですね。はい、もちろんもちろん。なので一部しか知らないですね。ちょっと僕がね、今さっきの企画で負けたんですよ。負けてちょっと激辛麺を言って今こういう状態になってるんですけど、長田さんにもちょっと任したいんですよね。まあ、なので、前回と同じく回答権を5回与えます。はい、そのうちの2回長田さんが当てることができたのであれば長田さんの勝ちということで、はい、今回はかなりさっきより難易度が高いです。なぜかというと長田さんには何も伝えてないからです。そうですね、はい、前情報がないので、はい、で、さすがにそれは卑怯すぎるだろうという意見、わかりますよ、わかります、わかります、準備しました。中澤さんがさすがにこれはかわいそうということなんで、こちらにですね、そのキャラクターが出演している作品、こちら、はい、20作品ご用意しました。はい、なので、この中の作品から出てるキャラクターが選ばれていると。あー、そういうことです。いうことでございます。はい、じゃあこちらどうぞ、はい、贈呈いたします。ありがとうございます。まあもちろんフェイクも入ってますし、ただ今回、まあ、人気があるであろうというものを僕も選んだつもりではあります。でもですね、見たことないアニメ結構ありますね。まあトップ10までなんでね、当てれるんじゃないかなと思うんですけど。はい、はい、本当に俺もう食えない、食えない。これ罰ゲーム激辛ブルダック麺なんですけど、もうこれ以上は僕はもう食いたくないです。はい、つまりでも僕がこれ当てたら食べなきゃいけないと。まあそうですね。了解です。まあとりあえず、トップ10、5回言えるということで、まず一番最初に、一回当てちゃいましょう。これ簡単です。いいんですか？はい、これ必ずトップ10の中に1個入ってるものはもうあります。いいでしょうか？5回回答ができるうちの1回目の回答です。はい、まず1回目は絶対当てに来るってことですね。そうです、はい、でまずこれ当てちゃいます。でこれがね、外れたらね、僕じゃないです、傷つくのは P さんです。そう、 P さんがもう言ってましたもん、動画で。これもう今年で一番だって。あ、一個だけ言っていいですか？はい、そのいろんなサイトがあるんですよ。はい、いろんなサイトでそういうキャラクターランキングみたいなやってるんですけど、順位結構違うんですよ。あ、そういうことですね。ばらけてるんですよ。はい、で、まあ、トップ10なんで、でもちろんやっぱり僕もそれは中澤さんそう当てに来るだろうなと思ってて、今回このアニメアニメ .com さんのあれを選んだんですよ。はい、っていう背景でございます。わかりました。はい、じゃあどうぞ。リコイスリコリル。おう、なんて言ってます？リコリスリコイル。はい、のからアニメを当てないって言ってませんでした？うん、キャラクターを当てるんですよ。あれ、女性キャラクターを当てるんですよ。アニメを当てる。違います、違います。その出演している作品一番です、これは。え、マジで？はい、これはもうリコリコでチサト。あ、フルネームで答えていただきます。嘘です。嘘です。はい、嘘です。はい、リコ
リス・リコイルの、うん、リコリス・リコイルのスタート、はい、はい、どうでしょう、トップ10入りしてるんでしょうか。じゃん、ピンポンピンポン。まあ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 、ここは、まあ、これはね、うん、これはね、これわかりますよ。だってそのさっきも言いましたけど、はい、まあ、P さんが選んでるんですよ、サイトを、はい、ってことは自分の推しが入ってるものを選びたくなっちゃうんです、まあ、でその中でもやっぱりリコリコはね、動画で散々言ってましたから、これが入ってるものは絶対選んでくるだろうと。じゃあ中澤さんを悩ませること言っていいですか。はい、2022年一番好きな女性キャラは、錦木千里、第3位です。3位、はい、はい、俺もうリーチですか。ということです。早いの。ちょっと早いの。先生、はい、ちょっと提案がございます、はい、ちょっといいですか、1個だけ、はい、5分の3にしてもらってなんで想像以上に、すいません、これ簡単だったかもしれないです。なので、いや、ちょっともう僕想像できちゃったんですよね、次で当てられそうな感じが。あ、じゃあ分かりました。 なので、まあ、次の、まあ、いや、僕は今実は迷ったんですよ。この流れで奇跡恋のマリンをやったら絶対当たるじゃないですか。だってもう過去にの動画もやってて、うん、そんなにバカじゃないだろうと。あ、いや、ちょっと3にしていいですか。とりあえず、とりあえず3にしていいですか。わかりました、じゃあとりあえず3にしましょう。とりあえず3にしていいですか。ちょっと理由があるんですけど、3にしますから、はい、はい、じゃあいいですか、当てて。じゃあ2回目の回答です、はい、はい、じゃあこれはね、ちょっと余裕を持って もしかしたらこれかなって思うところに行きます。まずはアニメから、アニメはチェーンソーマン。チェーンソーマン、はい、はい、でチェーンソーマンは、まあ、マキマさんかコベニちゃんか、うん、どっちかだと思うんですよ、うん、チェーンソーマンで来るとしたら。よくショートとかの動画でコベニちゃんやたら出てくるんだと。まあさすがにね、コベニちゃんがどんな人気あっても、うん、マキマさんは超えられないのかなと。まあ確かにマキマ人気か、うん、なるほど。ということで、うん、フルネームは何ですか。あ、マキマさん、マキマさんでいきましょう。マキマチェーンソーマン、マキマさん。なるほど、マキマは入ってません。入ってないの。入ってません。嘘。入ってません。入ってない。嘘。ちょっとこれはちょっと当てられるかなと思ったんですけど。いいですよ、いいですよ。はい、中澤さんが何かに気づいたようです。あ、違います、間違いない、間違いないです。じゃあ今1回目成功、2回目失敗、はい、3回目、はい、これはね、もう簡単です。あ、男性からも女性からも人気があると。はい、全ての全年齢層なんて言いましたか、からの人気がある。はい、老若男女。はい、スパイファミリー。あ、来ましたね、今ちょっと口がフィッて。フルネームで、フルネームで、フルネームでどうぞ。フルネームじゃない。あーにゃでしょ。あーにゃです。あーにゃです。これは間違いないですね。あーにゃなんですね。ヨルさん、えだって千里3位ですよ。いやでもあーにゃ、大丈夫ですか。あーにゃで女性キャラクターで人気って言ったら、やっぱりスパイファミリーの中で突出して、やっぱりアーニャは人気あるんで。アーニャ選びますかね。あ、選びます。それなんか根拠があるんですかね。え、なんかそういうデータとかあるんですかね。ミーハーな、はいはい、あの脳みそでやっぱ考えます。なるほど。そうなった時に、あ、多分明らかにヨルさんよりアーニャの方が。あ、じゃあアーニャ何位予想なんですか。アーニャ、はい、アーニャ1位いっちゃうんじゃないかなと思っちゃいました今。あ、じゃあそれ順位外したらいいですか。じゃあ、いきます。スパイファミリーからアーニャ。あ、スパイファミリーのアーニャ王者ですね。はい、スパイファミリー、はい、アーニャ王者入ってま、あ、す、やった。まあまあ、これは1位じゃないですか。第2位です。2位、第2位です。2位。さあ、中田さん、今解答権3回使って3分の2なんで、あと1回当てれば中田さんの勝ちですし、僕は逃げ切ればと。あと3回逃げ…え、じゃああと2回逃げ切れば勝ちです。
まあ、例えばですけど、僕のヒーローアカデミアの、まあ、おちょこちゃんとかもいますよね。おあれあっ、ね、いやだったり、まあ、ボッチザロックもありますもんね。ありますね。サマータイムレンダーはね、やっぱりスクール水着だったんで、ウショちゃん選ばれないんじゃないかなと思ってます。そんな理由で難しいな。でもコナンって言ったってはもうランちゃんしかいないでしょ、うん、ランちゃんは入ってこないでしょさすがに。あもう何歳よ。いや17歳ですか。もう 何十年もやってるでしょ。17歳ですよ。あむずいっすね。確かに、うん、ここですね。ここでしょですね。4回目ですよ。そうですね、はい、まあまあまあここはあれですかね。やっぱり僕のヒーローアカデミアのおちゃこちゃん。誰ですか。おちゃこちゃんですね。フルネームの。あフルネームわかんない。えマジですか。おちゃこちゃん、うん、これはね、もうなんでおちゃこちゃんにするかって言ったらやっぱり P さんのここがねピクって、うん、こう なったんです。そんな理由で先生おちゃこさんにしないよ。きます。おちゃこさんでいいんですか。あおちゃこ、はい、ちゃんでいいんですか。大丈夫です。中田さん全然キャラクターのフルネーム知らないですよ。知らない。じゃあいきます。僕のヒーローアカデミアのおちゃこちゃん。マジでおちゃこちゃんでいいですか。はい。他にもキャラクターいますよ。もうこの時点で当たってますね。あよ、なんでしたっけ、よろずやさんとか。これ、当たってなかったら、あのカエルのことか。当たってなかったら、つゆちゃん、つゆちゃん伸ばさないですよ、話を。間違いなく普通にすぐやって、はい、ブーってやりたいです、はい、でもこれ伸ばしてるってことは、これ当たってます。もう一度じゃあ答えをお願いします。僕のヒーローアカデミアで、おちゃこちゃんです。ブーあ僕は親切に言ったのに、マジで、はい、いやちょっと最後、どうしよう。さあ、5枚目のカードです。いい勝負だ。おこれ別にあれですよ。台本ないですからね、本当に。マジでマジで。なんであんな引っ張ったの。いや、だから違うのにって思ったの。おちょこちゃんの次からピクってなった。いや、だから違うなと思ったの。まあそこは愛で答えた方がいいんじゃないですか。おう中澤さんの女性キャラクター愛何でしたっけ。ボッチザロックのボッチちゃん、女性キャラクターで一番可愛いと思ってるって言ってましたよ。あ動画で可愛いってか好きって言ってました。好き、好きって言ってましたよ、はい、娘にしたいと、家族にいたらいいなって言ってました。そうそう、娘にしたいと言ってない。家族にいたらいいなって言ってましたよ、はい、怪しいな。こんな、もしぼっちちゃんが後藤一人が入ってるとしたら、こんな堂々とピザ言えますかね。いや、別に誰でもいいですよ。ちなみに、僕がちゃんと当てられるようにはなってるんですよね。設計的には。はい、うん、設定的には。設定的にはなってます。いや迷います。まあでも、そうですね、中田さんはここでどういう答えを出すのかが鍵なんじゃないでしょうかね。あうん、これで、これ言ってくれっていう視聴者の意見もあると思いますから。作品は出てるわけで、聞いてください。今目に見えない、耳に聞こえない視聴者の声を聞いてください。視聴者の皆さんが中澤これ言ってくれ、絶対これだ、おう絶対これだよ、うわ中澤絞り出せ、ちょ、へこきましたか、おうへこきじゃない、でもね、ちょっと怪しいんですよ、さっきは名探偵コナンが。なんでコナンがここにあるのかなと。あ、映画公開したからですよ。あ、そういうこと。映画、だってビッグタイトルじゃないですか。え、でも中澤さんだってまだ2人しか出てないんで、あと8人いるんですよ。でもそんなにね、ポンポン当たるものを入れて、ちょっと絶対勝っちゃうじゃないですか。だって僕が知ってるものって。俺が選んだわけじゃないですから。あ皆さんの得票で決まってるわけです。わかりました。僕が悩んだのは、はい、まあ、キセコイのマリンちゃん、はい、スパイファミリーのヨルさん、あ、はい、リコリコのタキナ、あまあ、僕が見てるね、僕がアニメが、あとはその、ボッチザロックの後藤一人じゃん、うん、僕が見てるアニメってそこなんですよ。はい、でもね、アーニャが2位なんで、うん、スパイファミリーはやっぱり、かなり人気があると、うん、でその中から、2人選ばれてもおかしくないと、うん、もう思ったんですけど、うん、やっぱり主人公にかけたい、せっかくなんで主人公、主人公の、マリンちゃんが選ばれてることを、北川マリン、うん、そのビスクドールは恋をするの、はい、の方が、信じたい。主人公が食い込んでくる。いやー微妙だ。あいや顔で決めない方がいいですよ。顔で決めない、僕の顔で。あ、そういうことです、はい、いいですね。これで奈良田さん間違ってたらブルダックメンですからね。
待ってください。辛いですよ、本当に。ぼっちの後藤ひとりちゃんでいきます。あっ、理由は何ですか。まあ、だってここまでね、人気ないのか。いやいや、ボツダロック、いや、あると思います。あると思います。いや、ここまでボツダロックが流行ってて、まあだから気になるのはアーニが2位っていうことと千里が3位ってことですよね。そこで比べるとボッチがどうなのかってことですよね。そうですね。リコリコの千里とスパイファミリーのアーニが入ってると。まあ2位3位です、ね、どっちも日常系で、のビッグタイトルっていうことはですよ、日常系のビッグタイトルボッチザロックの後藤ひとりちゃんが選ばれないわけがない、はい、と今ピンときました。ボッチでいいですか。ボッチです。後藤ひとりちゃんで大丈夫ですか。後藤ひとりちゃんです。あ、北ちゃんではないですか。北ちゃん、北ちゃんはあの小悪魔っていう結果になったじゃないですかということで、私の最後の、手札はボッチザロックの後藤ひとりちゃんです。ボッチザロック後藤ひとりランキング入りしてま、す勝った ちょっと優しすぎない、俺にその問題。だって俺が知ってるアニメのキャラクター言ってけば当たっちゃうじゃん。だって第6位第6位だ。じゃあ発表します。はい、一応第10位誰だと思います。でもじゃあ夜さん、夜ホージャー、夜ホージャー入ってないです。入ってない。入ってないです。滝名。正解、井上滝名。あ、リコリスリコイル。はい。第8位タイ。マリンちゃん。正解。あ、お、入ってない。入ってます。ちょっと待って待って。おかしい。俺が知ってるキャラクターを並べていけば当たっちゃうじゃん全部。いやそうですよ。だから僕優しい。おかしい。問題としてなんかすげえ難しいって言ってたじゃん。入ってないのかなって思ってたけど。もう、8位タイ、これね、多分当てられない。何ちゃん、5等分の花嫁の中野四つ葉ちゃん。四つ葉ちゃんです。四つ葉ちゃんが8位タイでした。北川マリンと。はい。こちらの北川マリンを前線しました。5等分の花嫁の四つ葉と戦いました。はい、第7位、何でしょう。知ってる人ってことですね。その作品の中から。僕が知ってるってことですね。はい。ヒロインがいます。ヒロイン、はい。ヒロインでした。もうこれはね、世代かなりばらけてると思います。誰ですか。うるせえやつら、ちょっと見たことないんですよ。はい。だからヒロインの名前が分かんない。ラッチャーの人。ラムちゃん。はい。ラムちゃんです。合ってんの。合ってます。入ってんの。だからね、うるせえやつら、ラムちゃんです。はい。第6位、後藤ひとり。はい。第5位、誰でしょう。惜しかったです。知ってる。惜しかったです。チェンソーマンの。コベニちゃん、一人忘れてます。一人完全に。ああ完全です。ああ、パワーだ、パワー。どっちかっていうとそっちでした。パワーだ。パワー。いやー忘れてた。第5位がパワーです。さあ第4位。こちらビッグタイトルから選出されました。なんちゃん。違います。え、ビッグタイトルだからボルト？はい。誰ですか？の奥さん誰ですか？さくら。違います。あの日向、はい、嘘の渦巻日向です。まだ人気あるの。そんなに第4位でした。そうなの。いや、もう俺もちょっとボルト見てないんであれなんですけど。いや全然出てこないの。あんまり出ては来るけど、今お母さんとして出てこないから。渦巻日向、まああれなんですかね、お母さんキャラとして。あ、そうなの。第3位、リコリスリコイル錦木千里。第2位、スパイファミリーアーニャ・フォージャー。はい、栄えある2022年アニメアニメドットコム総選挙1位になりましたのは誰でしょう。知ってます。知ってます。角で有名な人です。角。はい。ラムちゃん以外で角生えてるヒロインあんまりいないじゃないですかね。角。これと知らない人いないっす、たぶん。あ、じゃあすいません、アニメから教えてもらっていいですか。名探偵コナンです。名探偵コナンってランちゃんしか出てこないんだよな。はい。ランって角生えてませんか。生えてないです。生えてます。ランちゃん角生えてるじゃないですか。どういうこと。ランちゃんの髪の毛こうなってるじゃないですか、はい、あれ角って言われてるんですよ。あ、そうなの。そうです。ランちゃん、モーリーランです。え、すごくないですか。
なんちゃが選ばれてる。1位モリなんです。あっ、アーニャを越してんすよ。あ、そうなの。まあこれはアニメアニメドットコム総選挙さんの話ですね、はい、でございました。あ、わかりました。どうですか。いや、意外でしたね。あでもやっぱり勝負にはまた勝ってしまったんだなと。あ、忘れそう。うわぁ、マジっすか。また残りのブルダック麺半分食べてもらいましょう。もうやだ、マジで食いたくない。なんか体がさっきからほてってて変なんですよ。小学生になっちゃうかもしれないです。あっ、もうこれ匂いがやばい。おっす、実は今日ずっとやってんじゃないですか。はい、おっすって誰のも真似変わってます。購買日記。あっ、やるの。うっす。購買日記チャンネル。はい、寿司でしたね。あー、そっちか、寿司か。じゃあ食べてもらいましょう。結構ね、温めたんで辛さもまた戻ってると思います。俺汁吸ってね。でかいんですよ。あっ、はい、いただきます。これ食ったらまたダウンタイムが始まる。このオールフリーのジャケット可愛くないですか。こういうのいいよね。どんな話してんの。焼肉してるんですよね。人が罰ゲームしてる最中にそんな話してない。やばいな。あら、じゃあピさんに締めてもらいましょうか。ランちゃんが新一に言ったセリフで、はい、一番俺が驚いたセリフ言っていいですか。あ、それを聞いた時に俺が驚いたセリフです。新一だよね。バイバイ。びっくりしませんでした。あそこ。なんだ。いや、新一だよねって言うんですよ。ランが。コナン君に。そう。そう。言うんですけど、新一じゃんって。今、何こいつ鈍感すぎちゃうって。で、コナン君なんて言う。バーロー。いや、ごめんなさい、言ってないかもしれない。